物心ついた時、僕は初めて自分が男の子じゃないことを知った。だから試しに自分のことを私って言ってみた。ママは血相を変えて怒った。女の子みたいな言葉遣いをするんじゃありません。僕は言う通りにした。男の子として生きていくことにしたんだ。なぜかって、ママは僕のことを愛していた。深く深く愛していた。それだけは分かっていたから。だけどある日、僕は知ってしまった。ママが僕の前にもう一人男の子を産んでいたってことを。でもその男の子は、そいつは僕が生まれた時にはもういなかった。それで僕は気がついたんだ。僕じゃなかった。ママが愛しているのは僕じゃなかったと。思い出の中の兄なんだと。だから僕はママを捨てた。ママは泣いていた。悲しくはなかった。むしろほっとした。この世に生まれてきて初めて自由だと思った。そして同時に怒りが込み上げてきた。なんで僕なんだって。こんだけいる世の中に、こんだけいる人間の中で、なんで僕が否定されたんだって。生まれたままを認められなかったんだって。この世は不公平だ。バカもいれば頭のいいやつもいる。生まれたままを認められるやつもいれば、生まれたままを許されなかったやつもいる。だからせめて頭のいい人間になろうと思った。誰にも否定されないくらい頭のいい人間に。そうすればもう誰も僕を否定しないから。いい人、それが私の父によくかけられていた言葉だった。父は私の自慢だった。あの日、すべてを失うまでは仲のいい友人だったはずの男に騙された父は、ある日自分の会社を、全財産を失った。誰も父を助けてはくれなかった。私たち家族を助けてはくれなかった。しばらくして母が死んだ。あの頃はよく泣いた。夜は豆電球一つで生活した。一番寂しかったのはクリスマスだ。外から聞こえてくる幸せそうな笑い声に私は耳を塞いだ。一人膝を抱えて新聞紙にくるまって眠った。ずっと疑問だった。世の中には幸せがいっぱいあるのに、どうして誰も私にはそれをくれないんだろうって。どうして誰も私を助けてくれないんだろうって。だけど今はよくわかる。お金がない奴のことは誰も助けてくれない。騙された奴のことなど誰も助けてくれない。弱い奴のことなど誰も助けてくれない。この世は勝者と敗者に分けられる。いつも騙される者が敗者なのだ。だから騙す者こそが勝者になれるのだ。そのことに気がついてから私の人生は変わった。他人を欺くための道を探し始め、私は生まれ変わった。まずは見た目から。自分らしさなんていらない。他人からどう見られるか、他人をどうやって欺くかが重要だった。愛されるためにどうすればいいか、頭がよく思われるためにどうすればいいか、お金を手に入れるためにどうすればいいか。考えれば考えるほど、実行すればするほど私は強くなった。たくさんのものを手に入れた。だけどまだ足りない。私は忘れてなどいないから。人は弱き者を裏切る。だからもっと強くなる。私はもっと強くなる。もう二度と誰にも騙されないように。ずっと自分は素晴らしい存在だと思っていた。幼稚園の頃も
小学校に上がってからも運動も成績も身長もいつも一番だった。男なんて怖くもなんともなかった。なかったのに、私は知らなかった。世の中には圧倒的に強い奴がいることを、圧倒的に秀でた奴がいることを。成長すればするほどそういう奴らは増えていった。そしてある時気づいた。自分は全然素晴らしい存在ではないのだと。街を歩けば埋もれてしまう程度の存在なのだと。誰も私に興味を持たないし、誰も私のことをよく知らなかった。悲しくて毎日泣いた。泣いても何も変わらないことは分かっていたけど、泣くしかなかったんだ。私を変えてくれたのはネットだった。ネットは自由だった。好き勝手なことを言えた。好きなものになれた。好きな自分になれた。そのうちそれだけでは物足りなくなった。もっとすごい自分、もっと素敵な自分、それらを突き詰めれば突き詰めるほど他人より上になる必要があった。秀でたものを、金持ちを、幸せそうな奴を引きずり下ろす必要があった。やり方は簡単だった。人は完璧じゃないから。考えは人の数だけあるから。誰かのミスを、失言を、失敗を必要に叩いた。さも自分が正しいかのように、完璧であるかのように、好きな人間の言うことだけを持ち上げた。自分に気持ちいいことを言ってくれる奴だけを応援した。自分の思い通りにならないことを徹底的に否定した。現実世界では自分より強い奴に対等であるかのように振る舞った。道徳を、正義を、寛容を、平等を、思想の自由を、発言の自由を歌った。そうしたら、いろんな奴が話を聞いてくれた。同意してくれた。現実では誰も聞いてくれない私の価値観を認めてくれた。匿名だから好き放題言えてるだけだって。そうだよ。だってそれが気持ちいいんだもの。楽なんだもの。誰よりも自分が正しいような気がしたんだもの。生きていていいのだと言われた気がしたんだもの。それの何が悪いんだ。ネットには私の居場所があって、私を闇から引きずり出してくれた。ネットが私を助けてくれたんだ。そして今、そのネットで出会った奴と、私は共にいる。こいつはすごい奴だ。本気になれば、私を潰すことなどたやすいだろう。だって私は本当は、取るに足らない人間だから。でも、こいつといれば、私は輝かしい人間になれるかもしれない。輝かしい思いができるかもしれない。素敵な人生を勝ち得るかもしれない。少しでもいい。できる限りでいい。もっと気持ちいい思いがしたい。輝いて、照らされて生きていたい。私はただ、そんな居場所が欲しいだけなんだ。いじめって最低ですよね。クラスメートがいじめられているとき、私は絶対に加担しませんでした。いじめって最低ですから、くだらないなって思いながら見てたんです。だけど困ったのは、いじめられていた子が学校に来なくなった時のことです。次のいじめのターゲットになったのが私の友達だったんです。本当は私、助けてあげたかった。友達だから助けてあげたかったんです。だけどね、ちょっと事情が複雑だったんです。その友達はいじめにいっぱい加担してたんです。私と違って積極的にいじめをしてた子だったんです。いじめをしていた子がいじめられる側になった。どうなんでしょう、いじめていた人間がいじめられる側になったら助けられるべきなんでしょうか。悪いことをした人間が、加害者が、今度は被害者になったとき、その被害者は、守られるべきなんでしょうか。ついこの間まで悪いことをしていたのに、
悪さをしたことは全部忘れて助けてくださいって。もしそうなら人類は全部加害者側になってしまいますよね。だっていくらズルをしても他人を利用するようなことをしても被害者になった途端罪は消えるんですから。だから私はその友達のことを罰を受けてるんだなって思うことにしました。罰を受けなければ人は変われない。悪人は善人になれない。もしずっと善人でいたいなら悪いことをしなければいいんです。悪いことに関わらなければいいんです。だから私その子のことは助けないことにしたんです。悪いことをしたらいけないんです。悪いことをしたら帰ってくるんです。それを覚えてもらうために。おお、そうそう、なんで私がネロちゃんといるのか言ってませんでしたね。あの人あれで一応正義なんですよ。無自覚に他人を蹴落としてきた悪人のスリーセブンスを退治しようとしてますから。本当だったらあんまり関わりたくないんですけど、よくよく考えたら私悪人って嫌いなんですよね。それに私たちが善人として悪人を退治したらその姿を見習って世の中にもっと善人が増えるような気もするし、それって素敵なことじゃありません？だから結果的にはこれが最善かなって。世の中の人たちがみんな善人になるお手伝いができればいいかなって。要するに私善人なんですよね。